叩き大家をナンバー2に会えて嬉しいな。ナンバー1は？それはあのプーに決まってるでしょ。もう絶対に許せない男。わかります、許せないリストに入れました。代わりにはなりますが、ボコボコにしちゃいましょう。ベクタの影帽子、あんたには悪いけど負ける気がしないわ。それじゃあ行くわよ。Yeah!
なるミストリーの気になるストーリーのファイナルテスト。止まった。最後の声はおそらくファイナルテストロード、最終負荷実験のことを言っていた。ラースが作ったアカウントである暗黒神ベクタがもし使用されることがあるとすれば、やはり最終負荷実験、東の大門崩壊時だろう。ボトムアップ型 AI の完成形を手に入れるために戦争を設定しているんだから、さらなる負荷要素として使うことは想定内のはずだ。しかしベクターカウントはロストしてしまった。もしかしたらラースが万が一ベクターカウントでログインして存在をロストしてしまった場合の復活措置だったのか。こうして騒ぎを起こしている間にアカウントを復旧、そして何食わぬ顔でまた暗黒神側に戻れば、この世界の人たちは復活を信じる。四体のベクタの影帽子を倒されてしまったとしても、その時点でボトムアップ型 AI の限界突破は十分にされている状況と仮定もできる。何も損はない。あくまで仮定でしかないな。何にせよ一旦は危機を退けたと考えていいのかな。とりあえず外に出よう。あちらも何も起きてなければ。おや、よかった。あ、キリト、みんな無事か？こっちは全員無事だ。ベクタの影帽子を倒したよ。外は何か変化があったか？うん、地震は起きたけど、それは他のベクタの影帽子が倒された時にも。どうだろうな。シグロシグ、我々は一旦引き上げるが。人海の者に心配される必要はない。だが領地を守るのが族長の役、そして恩を受けたままでいるジャイアント族ではない。お前たちもな。ああ、お前もたまには顔出せよ。俺、闘技場によくいるから、遊ぼうぜ。変な小僧だ。だが、そうだな。たまには顔を出す。よし。それじゃ、カーディナル様に報告だ。オブシディア城近くにある使節団の拠点へ戻ろう。ベクタの呪いと呼ばれた騒動は一応の解決を見せた。人海とダークテリトリーは今回の協力体制の結果もあり、より一層和平の動きへと情勢は傾き、水面下で動いていた事件は和平ムードの中にかき消されていった。悲劇が起こることも知らずに、俺はその時笑っていた。ドロシー、サライのお迎えだろ。はい。最近毎日オブシディア城に通って、カーディナル殿やセルカのお手伝いを。聞いてる。
ちょっと神聖術の勉強も始めたんだって。もしかしたら神聖術…でもサライは暗黒怪人ですし。ボロシーだって暗黒怪人だけど神聖術が使えるじゃないか。カーディナル曰く、和平が本格的に進めばサライが大人になる頃には人界との交流ももっと盛んになるさ。確かに、そうか、そうですね。きっと召喚の身に起きたような苦労があるかもしれま、うん、でも夢がありますね。あ、想像したらワクワクしてきました。何ですか？いや、なんかつい親愛を示したくなる笑顔だったから。あ、そういう未来が来るといいよな。俺も想像したらワクワクするよ。これはお返しです。なあ、君はいつも召喚を励ましてくれて優しくしてくれる。だからお返しです。召喚撫でるの下手ですか？お気に召しませんか？お気に召しました。あ、でもすごく照れてきたからここまででお願いします。はい。なあ、俺も行くよ。そろそろ夕飯だから帰ろうぜって声かけなきゃ。キリト、いいのですか？召喚一人でも。城から城下町へ移動するだけとは言っても護衛は多い方がいいだろ。和平の動きで忘れられがちだけど、誘拐事件も未解決のままだし、お迎えのメンツにはカーディナルとセルカもいるしな。あの二人は強いけど見た目は小さな女の子だから心配だ。ありがとうございます。では散歩がてら二人でお迎えに行きましょうか。オブシディア城へ。こんにちは。ふむ、あと少し伝達をしておきたい。セルカ、サライ、もうすぐドロシーが迎えに来るはずじゃ。すまんが先に行くよう伝えてくれんか。城前で待っていれば来るじゃろう。暗黒騎士を付き添わせる。子供らを頼めるか。ねえねえ、セルカは将来カーディナル様のところで働くの？え、どうかしら。でも、うん、そうね。カセドラルには姉様もいるから。そ、サライは？サライには将来の夢がある？セルカと一緒にカーディナル様にお仕えしてもいいかも。本当？それってすごく嬉しい。でもリピア様みたいに孤児院の手伝いもしたいな。サライがいないとドロシーが泣いちゃうだろうし、暗黒界にも顔を出さないとダメだよね。やりたいことがいっぱいなのね。うん、いなくなったカイナンみたいにどんな人にも必要なものを届ける。サライ、
みんなが作ってくれる新しい世界で何でもやってみたい。できなかった人の代わり、ダメかな。ダメだなんてことないわ。サライが人界もダークテリトリーも行き来する人でいてくれたら、もう友達だもの。ね。うん。キリト、アリス殿です。アリス殿。会議終わりですか？召喚たちはサライたちのお迎えに来ました。ドロシー殿、でしたらすれ違いましたね。先ほどカーディナル様が城の兵士を付き添わせて、セルカも一緒のようです。今から城門へ行けば会えるかと。了解です。セルカも使節団の拠点へお連れしますね。ありがとうございます。みんなが交代で迎えに来てくれるから、私も安心して仕事ができます。聖護騎士も大変だな。ベルクーリも頭が痛いってぼやいてたよ。文化の違いで衝突がすぐ起きますからね。おじさまとシャスター殿が大半の言い争いは収め、私も今日は使節団の拠点へ戻ろうかと思います。久しぶりにセルカと食事もしたいですし、ご一緒してよろしいですか？よう、俺のこと覚えてるか？俺だよ、俺。前に会っただろう。あなた誰？悪いけど、あなたみたいな知り合いはいないわ。ま、お前とは初対面だな。セルカだっけか？俺が言ってんのはそっちのチビだ。ここ騎士のお兄ちゃん？そうそう、騎士じゃないけどな。バーサゴってんだよ。それが俺の名前だ。バーサゴお兄ちゃん、サライに何か用事？ああ、用がある。でもその前、こいついらねえな。逃げねえのか？逃げたら背中にナイフ飛ばそうと思ってたんだが。じゃあどうやって殺すかな。お兄ちゃん、セルカどうしてなかったの？お兄ちゃん、セルカサライの友達なの。愛してる。お前、逃げねえな。怖がってんのに逃げねえ。バカか、殴られ慣れてるやつの反応だ。逃げたら、もっとひどいことされるって、サラ…クリッターのやつ、ようやくやりやがったか。あいつ、国防総省のサーバーにハッキングかけたことあるなんて絶対大ボラだな。仕事がおっせえんだよ。だがこれでようやく俺とブロの野望が果たせる。キリト、会いたいぜ。早くお前と殺し合いがして。キリトにも何かするの？へえ、お前、あいつとも知り合いなのか。
何かの暗黒術か。キリト、サライたちが心配です。外に。ええ、外に行きましょう。無事じゃったか。カーディナル、そっちも逃げてきたのか。よかった、何が起きてるか分かるか。城全体が全く違うオブジェクトに変換されつつある。中に暗雲が立ち込めていたじゃろう。あれに吸い込まれた者たちは城の一部になってしまった。そんな。の守護獣、皆の者下がれ。ここから逃げるのじゃ。緊急事態じゃ。城下町を守るために城全体にシールドを貼る必要がある。そんな、待ってくれ。中に閉じ込められたら無事でいられないだろ。まだサライとセルカが。その二人ならこちらの招待客だ。想像しい登場は私の望むところではなかったのだが、最高の舞台にしてくれとオーダーした部下が張り切りすぎたらしい。再戦の場にふさわしくないと言わないでくれるか。我々は戦いを熱望している。嘘だ。ああ、嘘だと言ってくれ。またアンダーワールド、この世界の人々を脅かすというのか。こちらの姿は初めて見せるが、その反応からすると我々が誰かは推測できているようだ。お前を殺すために俺は地獄から戻ってきたんだよ。さあ、俺の名前を呼べ、キリト。ショータイムは終わってねえんだ。ガブリエル、ペッ。またアリスをさらうつもりか。何度来たって渡さないぞ。それに招待客、こちらも任務を放棄するつもりはない。人質としてそちらの陣営の少女2名が我が手中にある。セルカ、そしてサライ。返してほしくば、まずは交渉のテーブルについてもらいたい。逃げることは許さねえ。殴り込む準備ができたら城の中に来い。待ってるぜ。これ誰の血だ。どっちの血だろうな。まさか。いや、サライだ。いや、泣くわ叫ぶわうるせえのなんのってな。なあ、何したか聞きたいか。あのな、自分で目ん玉えぐらせたんだよ。ダチを守りてえなら誠意見せろってな。あいつ本当にやりやがった。根性あるぜ。お前ドロシーだろ。あのガキ泣きわめきながら言ってたぞ。ドロシー、ドロシー、助けて。てんな。貴様。うるせえんだよ。
キどもを助けたけりゃ来い。必ずな。セルカ、サライ。キリト、とにかく使節団の拠点まで一度退避するのじゃ。これからのことはそこで話す。わしはシールドを強化してから後で追いかける。突如オブシディア城を襲った悲劇について、俺はリアルワールドについて語らざるを得ない状況。リアルワールドはアンダーワールドの外側の世界。ガブリエルとプーはリアルワールドから来た侵略者であることをまず伝えた。リアルワールドの中の複数の組織がアンダーワールドを利用しようとしていること。狙いはベクタと同じくアリス。彼女は特別な存在で、リアルワールドに連行されれば軍事力として利用されることは間違いなく、アリスが奪われればリアルワールド側が。この世界がどうでもいいと、滅びを望む可能性があるので、この世界の人々が受け止めきれるギリギリの内容で理解をしてもらった。オブシディア城が一夜にして攻め落とされたことはリアルワールドへの畏怖を確かに植え付け、俺たちリアルワールドの者たちは一時吊るし上げのような状態になった。カーディナル、ベルクーリ、シャスター、発言力のある者たちが擁護に回ってくれなければ、俺やアスナたちはリアルワールドの者たちだけで戦いに挑むことを決めた。もうこの世界の人々を巻き込みたくない。決戦は明日となった。決戦前にアリスとユージを、ドロシーにだけでも声をかけてこよう。まずはアリスとユージをだ。